来たらすぐ降りてきたよ。ね、寂しかったのね。降ろさいよ。マリモさん、寂しかったわいね。俺3日ぶりに帰ってきたらすぐ降りてきて、俺ゴルゴ手見てこれ。手これ踏み踏みモードよ、ほら。あ、本当や。お前モード。あれは寂しかったのね。3日ぶりに帰ってきたもんね。毛いっぱい抜けたんだ、スーツよ。俺の一丁ら毛まみれにしたね。もうクリーニング確定。もう帰ってきた瞬間降りてきたね。ありゃあ珍しか。餌が欲しかだけかい。はい、降りるね。見て、胸をくん毛まみれよ、俺の一丁ら。今日僕、宮崎出張から3日ぶりに帰ってきたんですけど、はい、今あのマリモ人生初めて帰ってきた瞬間ダダダダダダって降りてきてゴロ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 飛びついてきた。かわいいかね。めっちゃかわいい。3日ぶりやったけん寂しかったとやろう ねすぐ降りてきた。もう降りるの？さっき来たのにもう降りるの？降ろさないよマリモさん。寂しかったってすぐ降りてきた。すごかったね。ね、ダダダダダって降りてきて、にゃーってこっちに。玄関入ってきたらすぐ。すぐ降りてきた。初めて今まで。こいつ最近ツンデレでさ、全然寄りつかんでさ、お風呂の一軒以来俺からたまに逃げるさ。普通に歩いてたら、なんかビクってして逃げるけん。あれやっぱ嫌われたばいねと思いよって、で、2、3日経って、俺が出張行って帰ってきたら、走って降りてきた。え、帰るの？それで。おい、自由やねあんた。マリモさんおいで。マリモ、マリモさん、もう満足ですか？5分撫でられたら。な、何がしたいんだあいつは。カメラ回したとか。でも待って待って、どうしたの、どうしたの、どこ行くの。でもね、こいつさ、みんなが人いっぱいおったらね、ツーンってしてるけどね、家に俺一人やったらね、ずっとついてくる。へぇ、ちょっと見よって。マリモさんおいで、マリモさんおいで、こっち、ほら、ついてくる。ちょっとかわいい。ちょっとん、どうした、ちょっとちぐよ。マリモさんこっちよ、おいでおいで、こっち。マリモさん、あれ、やっぱね、一人の時と違うな。でも間違いなく今餌を待ってるんだよね。森本さん、どうしたの、どうしたの。いや知ってるよ、君が餌欲しいってことは。でもお手ぐらいしてる、まあ、あんた餌な。猫なのに森本さん。てか言わない、毛まみれや、スーツ、スーツ毛まみれ。俺人生初の記者会見をしてきたけど。どうしたのマリモさん。いやマリモさんね、旗が知ってたけどね、人が見てないと餌を食べない。そう、餌、餌って言って朝来て。どうしたマリモさん、どうしたどうした餌やってさ、どうした、あの編集部屋戻ったら戻ってくんのマリモ。にゃーって言うやろ、にゃーにゃーって。どうした、で試してみようか。飼い主が見てないと餌を食わないのか。でもね、食うときは食うよ。はい、マリモさん。さあね、最近ちょっと太り傾向あるから少なめにあげてる。このまま今日ちょっとしかあげてない。じゃあ一回ちょっと出てみようか。じゃあマリモさん、じゃあね、じゃあね。来るかな、わかんない。にゃにゃ食ってるじゃん。食ってる。食うときは食うんだよ別に。ねえマリモさん、これ乗ってるかい、君。8000円したんだけど。
それそんなしてんだね。8000円したんだけど乗ってるかい。でも猫らしくなってきた。なってきた。だって堤防にいた時はもうずっとついてきてくれてたけどさ、ね、ほんと気まぐれ感が。家猫になってからあんまりついてこなくなったりしたけど、家で一人でいる時はずっとついてきてくれたり。だってもうパソコンのテーブルに普通に乗ってくるからね。マジ？いいじゃんいいじゃん自由で。ただねもうちょっとでまた引っ越しなんだよ。またちょっとビクビクしちゃうけど、まあでも次引っ越したらもう、うん、そうだね、もうずっとあそこだろうから、その時にまた慣れてもらうのが時間かかるけど、だって一回もうすぐ降りてくるようになってきたし、ね、もう暗がない1ヶ月、2ヶ月ぐらいで慣れたから、まあ夏終わりぐらいには自由に家を駆け回ってほしいけど、うん、はい、いつの間にか普通に1階に降りてくるようになったよね。ね、あのね、夜ね、うん、ちょうどこの時間、夜11時ぐらいになると降りてくる、いつも俺らが1階でなんかこうゲームしたりテレビ見たりしてたら絶対降りてくる、にゃーって言って、で上に登る素振りを見せるとダーって上に行く。だから上に来てほしいんだよ。ああなるほど。一人で上で寂しいからそろそろ上来てよみたいな感じで降りてくるから、ソファーから立ち上がった瞬間にダーって上に戻っていく。へえ。帰ってきたら大急ぎで降りてきてくれたもんで、ダーって降りてきて、うん、いつも1階のあのトイレの前の扉あるじゃん、うんうん、あの扉のから前にあんまり行きたがらないんだけど、うんうん、いつもなら降りてきて扉の前で座ってニャーって言って上来いよって言うけど、うん、今日は扉の前も躊躇せずバーって歩いてきて、普通に来たね。で足に頭こすりつけてきて、うん、でこう食ってたら真ん中がなくなるからね、定期的にこう寄せてあげないと。で端っこに行ったらもうまたにゃーって言う。寂しかったなあんた、マリモさん。ねえ、美味しかったかい今日のご飯は。マリモさん、最近真っ白の猫のね、うん、ポモちゃんっていう猫が出るチャンネルあるんだけどね、うん、こいつにね似てるんだ、なんか顔が。へー、最近それよく見てる、ポモちゃん。これ、マリモさん、これは気に入ってくれましたか？8000円したんだけど、8000円したんだけど、乗ってますか？びっくりしてる。で、こう撫でてたら、うん、嬉しくなってか知らないけど、絶対歩き出すんだ。こうずっと撫でてたらね、うろ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 しだす。あれ？珍しい、今日はす、ほらほらうろうろしたがる。で、なんか足を踏み踏みした。あら、今日はなんか違うな。自由だな。どこ行ったんだ。で、餌をやっても満足だから逃げるよ。マリモさん、自由に偉くなったもんですね。マリモさん、どこ行くんですか。あら、定位置の椅子に行くのかい。マリモさん、どこ行くんですか。よしよし。だいたいね、この椅子とね、徳ちゃんの椅子がお気に入りなんだよ。このふかふか加減がいいんだろうね。マリモさん、一回行く？あ、ここに来るときはね、誰も構ってほしくないときなの。もう一回来て、ある程度撫でてもらって、餌までもらったから、もう満足して、もう私に構うなっていう、見てみて。あ、カニバックに座る。そうそう、出た、カニバックも好きなんだよね。この上もめっちゃ大好きなんだよ。でさ、一番いい時はさ、カニバックで寝るやん、うん、多分このふかふか加減が椅子と一緒だから多分気に入ってて。ああ、なるほど。で、寝た時はもうこれで持ち運びできるからね、カニバック、うん、そのままできるからね。あごめんって、ほら、もう思いやがって、もう構うな状態だ、うん、じゃあもうこれにしとくよ、マリモさん。かまってほしくないんだろう。俺はもうちょっとかまってほしいけどね。絶対キムの椅子の上に乗らんもん、うん、で、ほんと10分とか15分撫でてやったらもうその日は終了、一回にも降りてこないし、もう満足するね。満足する。お前そんなやつだったのか。もういいよ、俺は下に降りるよ、マリモさん。じゃあね、下降りるけどいいのかい。降りるよー。で、
ということで、よいしょ、最近のマリモさんでした。久しぶりに帰ってきたら喜ぶ、ね、以上、以上、ありがとうございました。よっしゃ、マリモさん、下に待ってるよ。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、料理チャンネルはこちらになってます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。